天才。志村動物園4日追悼話、そう、2日、収録、レギュラー陣が、志村さん死後初集結。志村けんさんが生前、司会を務めた、日本テレビ系、天才、志村動物園、土曜、午後7時の4日に放送される2時間スペシャルは、特別編として、志村さんを偲ぶ内容が放送されることになった。4年にスタートした、天才、志村動物園は、園長こと志村さんを中心にした動物バラエティ。大の動物好きで、知られる志村さんは、チンパンジーのパン君や、元捨て犬のチビなどと交流してきた。同局の担当者は、番組の制作過程についてはお答えしておりませんとしているが、関係者によると、2日午後に、都内で特別編の収録が行われる予定。志村さんも参加した3月5日の収録、放送済みの回を最後に番組の収録は行われておらず、レギュラー。出演者は志村さんの死後、初めて顔を合わせる。当日は進行役を務める山瀬まみ、50、嵐、相葉雅紀、37ら出演者が勢ぞろい。園長との思い出が詰まった過去の名場面集とともに推し別のメッセージを送るという。